福井県立藤島高等学校は、福井県福井市文教に所在する公立の高等学校。設立年は、福井藩校明道館開校の安政2年に、遡り、旧制福井中学校と、福井高等女学校を前身とする、県内随一の伝統校である。文部科学省より、2004年度及び2009年度に、それぞれ5年間のスーパーサイエンスハイスクール指定を、 受けている正面玄関に、笠原幸雄作の橋本さない石膏像、高田博厚作のレリフ、優美、慈愛、平和、生徒玄関に、天田光平作レリフ、進歩、紅葉、成功が設置されている。制作者はいずれも卒業生である。一般社団法人、名神会は、1906年に発足した、福井県立藤島高等学校の公式な、 同窓会である。藤島高校内の本部のほか、卒業生の多い全国6カ所に支部を持つ。明神会本部の信頼会館3階には展示室が開設されている。年に1回本部にて、明神会総会、各支部にて総会を開いて卒業生の親睦を深めている。藤島高校卒業生は全員卒業と同時に、自動的に明神会会員となる。 卒業式の卒業生退場の後再び、卒業生が行動に集められ、名神会入会式が行われるのが慣例となっている。名神会の支部としては、関東支部、金沢支部、近畿支部、中京支部の各地域支部のほか、福井県庁支部及び福井市役所支部が置かれ、それぞれ県庁庁舎内及び市役所庁舎内に事務所が置かれている。 ありがとうございます。